さんは、は大韓民国国ののの軍人、国会議員。慶州の名家の出身で、本席はソウル。朝鮮戦争開戦時は首都警備司令官。後に陸軍参謀総長国防部長官。生涯軍の政治的中立を強調したことから真の軍人と評価されている。参謀総長就任時。左から李将さん。 丁一健李希法1916年3月、京城府にて、李慶元の息子として生まれる。李夏、栄の孫にあたり、朝鮮貴族の子者の家柄であったが、就職を辞退して、話題の人となった。京城師範学校付属諸島学校を経て、1933年に、京城中学校を卒業。同年4月、 陸軍士官学校に入校。同期に、再兵徳。余暇2年に、兵下で分けられるようになり、李は、公兵化に決まった。同期の再兵徳は、重宝兵下と二人とも、技術兵下を志望したのは、先輩であった第26、27期生のほとんどが、不評価であったため、将来我が国に軍隊が発足した場合、技術兵下出身者が多く不足するだろうと判断した。 ためであった。1935年3月に予科を終了後、4月から9月まで愛知県と橋にある第三師団工兵隊で隊付勤務。1937年6月、陸士49期公兵科卒業。当時、陸軍士官学校に学んで正規将校となった朝鮮人たちの多くは日本名に改名したが、李理さんはしなかった。 卒業後は、見習い士官として、第三師団工兵隊に配属。1937年8月21日、陸軍工兵平将尉任民間。品事変が勃発すると、上海戦線に派遣される。1938年3月30日、工兵注意。1940年冬、中国から帰還。1941年3月、任退位。 1942年、第33回論考交賞で、高五級朝日六等の禁止勲章を受章する。同年、陸軍高校学校に在学。船舶工兵に転化し、船舶部隊参謀として、南方戦線を転戦した。1942年12月、独立工兵第4中隊に所属し、1943年7月から、 第17軍南海支隊所属の独立公平第15連隊に含むした。所属部隊は東部ニューギニアに派遣され、応援スタンレイ3役を超えてポートモレス B 作戦などに投入された。1943年10月に戦況の悪化でニューギニア西部に撤退して以来終戦まで南太平洋一帯を転々としていた。 1943年12月1日、任意調査。1944年、独立公平第15連隊長代理。アメリカ軍が上陸した場合を想定して、奥地のテ帝川上流に基地を建設する作戦を担当した高機関の副隊長となる。任務を終えると、間のク割り主体司令部の官職に就いた。情報主任としてやってきた。 植木と島佐員とは、いろいろ指導をし、互いに親しみ深く語り合った。終戦時は、独立公平第15連隊連隊府であった。戦後、朝鮮出身者で朝部隊が作られ、李がその部隊のリーダーとなった。1946年5月14日、朝部隊は、マノクワリ港で、アメリカ軍が出した引き上げ船に乗船し、2日後に、春マヘラで降りた。この時、 見送っていた上木に駆け寄り、固い握手を交わして、上木、韓国に帰ってもこれからが大変だよ。お互いに頑張ろうと別れを告げた。1946年8月に帰国した。帰国後は隠居生活に入り謹慎の意を表しており、1946年初め頃に、リアタルシュンから南朝鮮国防警備隊の入隊を何度か進められたが断ってきた。 1948年、李ハジメ栄副大統領に勧告され、韓国陸軍に入隊。任大佐、国防部第一局長。1949年11月、政君局長。1950年6月18日、首都警備司令部司令官。首都警備司令部の編成は、第2連隊、第3連隊、第18連隊であったが、6月20日の部隊移動で、 第2連隊が後線に移駐して、第6師団の霊下となり、後線に駐屯している第8連隊が、首都警備司令部の霊下になった。1950年6月25日、朝鮮戦争勃発。25日朝に非常固集を受けて登庁したが、すでに第3連隊が第7師団に配属されて、抱え側に出動しており、第18連隊は、休暇。 外泊している兵士を固集中であった。高専から移動中の第8連隊はまだ到着しておらず掌握する部隊が少なかった。さらに25日午後には第18連隊も第7師団に配属され、到着した第8連隊は陸軍本部の予備となったので李商さんの指揮する部隊がなくなった。1950年6月28日、ソウルが陥落し、 観光船の防御に移った。李昌さんは、混成首都師団長に任命され4度村を守備した。1950年7月3日、北朝鮮軍が溶かし、観光船が崩壊した。首都師団は再編成されたが、李昌さんは疲労しており、師団長は立春職に交代した。李昌さんは、再平徳の指揮下に入り、第9師団の新編に取り掛かった。 1950年8月、中央訓練所本部長。1950年9月、第三師団長に就任。兄山江で北朝鮮軍を阻止。反撃に転じて、兄山江から英徳に進撃中、陸軍本部は一時的に、李を巡守に進級させたが、李は階級賞を送り返し、進級を辞退した。 師団長補佐県民事部長の猿東は理由を聞くと、今、二川上陸と落東後反撃が開始されたが、国軍は一階級特進させることではなく、一階級降格しなければならない。国軍が国民を保護できずに交代して、今、実地を回復して、国民の前で厳粛に謝罪し、一階級ずつ下げなければならないと答えた。 陸軍本部は一時的な階級に不満があると思い、正式に昇進させたが、李は、殉将の階級賞をつけず大佐のままだった。最終的に、丁一県参謀総長と教文、笹ぐ作戦局長が来た際に、日野戸が、こっそり作業棒に階級賞をつけたため、仕方なく、殉将になった。進撃中、青年らが反逆者を捕らえ即決処刑を訴えたが、 師団長元名で、すべて構想して、法に基づいて処断した。また道端にある死体は埋葬するよう命じ、猿東湯がこれを引き受けた。北進して、環境北道に到達した時、戦争終結を予期した人事道で11月12日に、兵器行政本部長兼不評学校長となる。1951年6月、少々昇進と同時に、 陸軍参謀総長に就任。国民防衛軍事件の後始末、異、小事件、女民号事件、普山政治波動等が次々に発生し、それらの裁判に暴殺された。また軍事と政治の接点である参謀総長を務めた、李正さんは、政府、韓国軍、国連軍の調整で苦心した。1952年1月12日、任中条。 1952年5月、李昌番は憲法を間接選挙制から直接選挙制に改正するため、李昌さんに戒厳令の宣布と兵力による反対議員の活動を封殺するように要求した。李昌さんはゲリラの活動が軽視できない状況であったため、戒厳令の宣布に応じたが、兵力の使用は軍隊の政治介入であり断固拒否した。李昌番は、 60万の大軍の中、私の命令を聞かないのはあなた一人だと激怒した。5月25日、非常戒厳令が宣布され、新安秀国防部長官が陸軍本部に一個士団の兵力を改厳軍として送るように要求したが、李昌さんや李竜文作戦局長、金層を務む情報局長などが前線の部隊を引得することはできないとして要求を断った。 また元姿徳峰南地区海原司令官は密用に駐屯している一個大隊を富山に送るよう陸軍本部に要請した。海原令に不満を抱いていた陸軍本部側は軍隊を動員しなければならないほど富山の治安は悪くないと元姿徳の要請を拒絶し各部隊に訓令217号を発令して兵力移動を防止した。バンフリートは 総長交換に米軍憲兵を派遣して厳重な警備を実施する一方で、李に交換からの外出を控えるように頼んだ。李昌番は、竜はじめ教及び、李昌さんを放察するように命じたが、竜はじめ教の説得により取り消しとなった。1952年7月、参謀総長を辞任して、アメリカ陸軍式幕僚大学に留学。 1953年7月、陸軍大学総長。1960年、4.19革命後に、国防部長官。軍を掌握して、民政以上に支障が出ないようにした。白禅大将、劉はじめ教中将に退役を求めた。3.15不正選挙を契機に軍部が、盛んに沸き立った頃、北世紀の政軍論を聞くデーを予見したりは、 軍の政治関与を防ぐためアメリカの国家安全保障会議のような機構を設置すると発表。続いて陸海空の各参謀総長と海兵隊司令官など軍首脳部に政権説の日に憲法遵守宣言式を行うよう指示した。1961年、北世紀の5.16軍事クーデター協力を拒否。1961年6月、中イタリア大使。 1967年9月に大使を辞任。1968年、在京軍人会下任。1970年、コリアエンジニアリング社長。1972年、韓国、イタリア協会会長。1973年、新観光業者社長。1976年2月、第9代国会議員当選。 僕世紀は李を、異性会国会議員に迎えることができたが、李は国会に一度も出席せず、何度も辞表を出した。同年3月、国会国防委員会委員。1978年1月、国会安保問題研究委員会委員。同年3月、ヨーロッパ各国の防衛産業を視察。同年12月、第10代国会議員再選。 1979年、維新声優会副議長。同年、金ヨンサムの除名に反対。1979年3月、生徒もクラ部会長。前都間の対頭にも、批判的で祝軍クーデターと5.17、非常戒厳令拡大措置について知人に、軍と国の後期を根本的に揺るがしたと投げたが、すぐに捜査を受け、自身が会長を務めていた。 星ともクラブが解散することになった。1983年2月10日、心臓発作で死亡。葬儀は陸軍葬で行われ、保国勲章統一章を追伸された。自分の原則を守る軍人らしい軍人で、金直そのもので曲がったことが大嫌いな将軍であった。趣味は、ゴルフと登山、敬虔な仏教徒で仏教中央文化院副職を務めた。 若い頃から仏教に浸水し、ことあるごとに慎重であったが、口を開けば数時間談話した。陸軍大学総長時代には、将校が、新旧申告や報告をする前に、トイレに行くほどだった。36歳の時、おばが経営するソウルの養殖堂で働いていた10歳年下の、表自衛と会い、親の反対を振り切って、恋愛結婚した。その夫婦仲は、死ぬ日まで、 他人も羨むほどだったという。近赤原は、老兵の班で、自身の公認として、第三師団に着任したことについて、李性三大差は豊富な実践経験と、卓越した指揮能力、それに、愛国愛族精神の旺盛な第三師団を、統率するのに、申し分のない人格者、不残政治波動については、私は、不意の出来事に対処して、自己の信念を貫いた。 李将軍の勇気ある行動に大きな感銘を受けた。また難しい条件の中で防衛軍事件等の大事件を巧みに処理した李将軍は退職したが、彼の軍人ゆえの遺骨は発展途上にあった国軍に立派な手本を残したということができよう。と書いている。米軍事顧門は政治的背景を持っており、米軍にあまり協力的でなく英語ができないと評価している。 ありがとうございます。